おはようございます。シリーズ関節リウマチと生きる2回目の今日は、手首などに気になる痛みがあり原因が分からず病院を転々としましたが、早期に関節リウマチと診断、適切な治療を受けたことで寛解を迎えることができたある患者さんの物語です。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために病を正しく知り生きる力へ。札幌市内に住む矢野陽子さん、8年前3人目の子供を出産した後、手首と親指の付け根に痛みを感じたのが始まりでした。気になる痛みっていうのは具体的にどんな感じの痛みだったんですか？手を下につけないとか、あとは子供を抱っこしているとこの辺が、右手のこの辺がもう痛くなってくるとか、まあ、でも抱っこしなきゃいけないので、まあ、なんかおかしいなっていう感じで、1人目2人目のお子さんの後っていうのは特に、まあ、痛いなっていうのはあったんですけど、やっぱり四六時中抱っこしてるので、まあ、それぐらいが普通なのかなっていうかでしたね。すぐに近くの病院を受診すると診断は腱鞘炎。1年ほど通院しましたが症状は一向に改善しませんでした。腱鞘炎って言われた時、って思いませんでした。全然一向に良くならなくて、で受診の時にやリウマチじゃないですかねっていうふうに自分から言ってみたんですけど、まあ、君みたいな人はリウマチじゃないよ、もっと痛そうだからって言われて、その後も症状は徐々に悪化しますが、やんちゃ盛りの幼い3人の息子の子育てに奔走する毎日、いつしか母として痛みを我慢することが当たり前になっていきました。その時どういう心境でした？腱鞘炎なのかなっていや、みんなこれを我慢してるんだと思ってました。産後のそのホルモンバランスの崩れとかで痛い方も皆さんこれを経験しての子育てなんだろうなと思って、あ、それなら私も頑張るっていう。なんか辛かったことってありますか？なんか具体的に。手が痛い、足が痛いとかってなってくると、その自由が効かなくなってきますよね。追いかけることができなかったです。子どもの、男の子なので全員で走っていっちゃうと、みんなお母さん方バーって追いかけて行くんですけど、それがやっぱりできないんですよね。で、危ないよっていうことしかできないので、きっとちゃんと見てないお母さんだと思われてたかもって今思うと。今日はいかがですか？具合は今日会長です。今日会長ね、はい、矢野さんが現在通う北海道内科リウマチ科病院を受診したのは、最初に痛みを感じてから5年後、別の病院で行った血液検査でリウマチ因子などが陽性だったことがきっかけでした。家の鍵を手首が痛くて回せないので、回す時にこう体ごと傾けるみたいな感じで、どこかが絶対おかしいはずと思って、何かがおかしい、この手の痛みは何が原因なのかわからないけど、もう痛くてしょうがないからどうにかっていう気持ちでしたね。詳しい検査を行うと、専門医の診断は関節リウマチ。小池隆夫医師は早期にリウマチを見つける難しさを指摘します。矢野さんのようにこう原因が正確に分からなくて、はい、こう病院を転々としたんだけれども、よく分からないという患者さんすごく多いと思うんですけれども、はいはい、やっぱり早期に関節リウマチを見つけるっていうのは難しいことなんでしょうか？まず血液検査をやって、リウマチ因子と、それから抗 CCP 抗体っていうのが、もし陽性であればですね、で関節が痛いとおっしゃればですね、相当の角度でリウマチという診断ができますので、その時点ではそんなに難しくないんですけども、その検査をしないでお話だけ聞いてこれリウマチだと診断するのはね、早期ではほとんど不可能に近いぐらい難しいかもしれませんですね。
X 線の画像でもわからないんですか？普通のレントゲンだけではわからないと思いますね。矢野さんの場合は、はい、関節リウマチと、まあ、確定診断されたポイントっていうのは何だったんでしょうか？やはり関節エコーをやってみてですね、滑膜炎って言いますけども、あの腱の周りに炎症が起きている所見があったんです、はい、ですから、その3つ、それから自覚症状を合わせてですね、これは間違いなくリウマチだということですね。早期の関節リウマチとは、ステージ C からは血液検査でリウマチ因子や抗 CCP 抗体が陽性になりますが、この時期には無症状なことが多いため、関節の痛み、腫れが出てくるステージ D からステージ E あたりが早期とされています。ただし進行のスピードは患者さんによって異なります。矢野さんの場合は本当に痛みを感じてから5年も経過してたということなんですけれども、はい、この場合早期と言えるんでしょうか？期間としては長いんですけれども、はい、最初拝見した時には痛みが手首だけでした。それから私が見てもですね、明らかな腫れはないんですね、なくて、ただ痛みがあって押すと痛いとおっしゃるんですけども、手首だけでしたので、その時点ではこの図で言うと D の段階だろうというふうに思いました。すなわち早期というふうに。そうですね、はい。この後は早期に治療を開始、寛解へ。早期の関節リウマチと診断され、おととし1月から治療を開始した矢野陽子さん。矢野さん、関節リウマチでしたよって診断された時のお気持ちって正直どうでした？ほっとしました。ほっとして、あ、これで、あ、薬を飲んだり、その何かで治るんだっていうことにほっとしました。もうずっと痛いままかと思ってたので。主な治療は生物学的製剤の投与。矢野さんの場合、自分に合った薬がすぐに見つかったため、日に日に痛みは改善されていきました。自分にね、やっぱり合う薬が見つかって、はい、症状がこう少しずつこう安定していく様子、はい、自分で感じたと思うんですけど、はい、その時どういうお気持ちでしたか？随分長いことどっかしらが痛いみたいな状態で過ごしてきていたので、痛みがないってこんなに何をするにも楽なんだっていう。痛みを我慢しながら子育てに仕事に奔走してきた矢野さん、気づかぬうちに張り詰めていた心は少しずつ緩んでいきました。そして治療開始から1年半の去年7月、生物学的製剤の投与を中止することができたのです。やっぱり早期に見つけるっていうことは、このリウマチ治療においては一つ大きな鍵になりますね。大変重要ですね。がんなんかはですね、今は早期発見早期治療っていうのはもうそういう時代ですね。リウマチは全くそうです。関節エコーも含めたですね、そういう画像も含めた総合的な診断治療というのはね、とっても大事だと思います。なるべく早めに我慢しないで、やっぱり専門医、ひょっとしてリウマチかなと思ったらですね、まず受診して、検査をするということだろうと思います。エコーの方でも特に炎症の所見は見られないようですね。はい。痛みがあった当時は赤く火事のように炎症のシグナルが見えた矢野さんの手首。治療後、今ではその違いは一目瞭然です。これから、まあ、リウマチというものと向き合いながら、はい、なんか人生の目標みたいなものってありますか？目標、子育てをきちんとやっていきたいっていうのと、うん、仕事をもっとバリバリやっていけたらいいなっていうのはあります。あとはもう幸せで健康で、うん、いられればいいなっていう。男の子3人です。そうですね。負けてましたからね、今までは。はい、これからは勝てるように、追いかけられるようにしたいと思います。